岡山市を拠点にする4つのプロスポーツチームの代表者と岡山商工会議所の松田会頭らが岡山市役所を訪れ、去年12月1日から先月31日までに集まった8万5551人分の署名を大森市長に手渡しました。署名の 47% が岡山市民によるもので、 35% が岡山市民を除く岡山県民、 18% が県外の人によるものでした。まだ手元にどんどんと集まってきておりますので、相場の10万はですね、突破するというふうに考えております。8万5000の署名というのは非常に重く受け止めさせていただきます。岡山市は北区野田にバレーボールやバスケットボールのトップリーグの参入条件を満たす新しいアリーナの整備を検討しています。市は県に計画への参加を求めていますが、県は現時点で費用の負担を考えていないとしています。松田会頭らは今日午前、茨城知事に署名の結果を報告したということです。関心を示していただく、盛り上がっていただくということの方が意義があるので、10万を超えてもですね、この活動を続けていきたいというふうに思っております。